皆さんこんにちは。いやもうこの季節ですよ皆さん。クリスマスに忘年会にエコノミストの未来予想。今年はみんなどんな年でした？2020年にパンデミックが発生して3年経ってね、ようやっと動き出した年でしたよね。あの自粛ロックダウンも解けてね、いろいろ我慢してた人も今年はね結構暴れたんじゃないでしょうかね。僕もねまあちょいちょいね動き出したし、ではね来年はどんな年になるのか。2025年都市伝説業界ではいろいろ囁かれているじゃないですか。その前の年となるね、嵐の前の静けさ、なんかねこれねどんどん分析していくと文字通り嵐の前の静けさになるんじゃないかとね僕予測してるんですね。ではその来年につながるエコノミストのヒントをねみんなで見ていきましょうか。エコノミストのこれからの世界2024、今年の表紙がこちらです。今回はね僕たち都市伝説系のことをね考慮してくれたのかわからんけど、すごいなんか陰謀要素が含まれているのを皆さんお気づきですか。世界がね陰謀を認めてるような時代ですからね。これを見ると来年どんな年になるのか、ね、大まかに理解できると思うのでまとめていきます。主要人物が4人いることが分かります。上から向かい合ったゼレンスキー、プーチン、下はバイデンと習近平。ゼレンスキーとプーチン、お互いの間にはね大きな砂時計が置かれてますよね。まあこれはね今のウクライナとロシアの緊張状態を表して結末のタイムリミットが迫っていることを演出。そしてゼレンスキーの頭上には謎の女性のシルエット、これはゼレンスキーに対してねキーパンソー的な意味合いが含まれているように見えるんですけど、いろんな説がある中、おそらく2024年にあるメキシコの大統領選で初の女性大統領になると期待されているユダヤ系のクラウディア・シェインバウム元メキシコ市長という説。ポリーテールがトレードマークらしいんですね。確かにめっちゃ似てますよね。まあこの女性がね誰だとしても、その隣には爆弾のようなシルエット、これはねゼレンスキーの後ろにいる女性が戦争を後押ししているのか。逆にプーチンの上には知恵と平和の象徴である鳩のシルエット、そして横にはね明らかにドナルド・トランプのシルエットが。これはプーチンは平和を望み、トランプがそのキーパーソンになることを暗示しているのか。トランプは言うまでもなく、自分が大統領になったらウクライナ戦争は24時間で終わらせるという発言してますからね。言ったなお前、本当に24時間で終わらせてくれよ。じゃあ言ったでしょ、陰謀論者が喜ぶんじゃう表紙なんですよこれ。トランプ信者がワイワイしちゃいますよね。しかしトランプの頭にはハテナマークが書かれています。女性の頭にねハテナがないということに注目すると、もしかすると次期大統領候補と言われているだけあってほぼ当選がね確定しているかもしれません。逆にトランプの頭にはハテナがあるから当選できるのかまだ決まってないという意味かも。ここからね、もしこの女性が大統領になった場合、兵器を手にする。そしてゼレンスキーとプーチンサイドにあるロケット、ゼレンスキー側にあるロケットはね月面着陸を果たしたアポロ宇宙船の形と同じで、右のロケットもアポロと同じ形をしています。反対にプーチン側のロケットの隣には人工衛星のイラストがあります。このロケットもねロシアが運用する衛星測位システムに関係するロケット、またはロシア連邦における宇宙開発全般を担当する国営企業のロスコスモスのロケットに似ています。まあ正直ここになんでロケットが配置しているのかわからない。まあ佐藤勝明さんも言う通り、次はねその宇宙がフロンティアになる、宇宙のね覇権利権争いになるっていうから、まあそれをね表しているのか。また逆の見方も見えて、もしかして彼らこれ合意しているのかもしれないと。そうした場合ウクライナは兵器を手に入れる、 NATO への加盟を果たす、ロシアは平和を手に入れる、ゼレンスキーとプーチンはそれぞれどこかの国と手を取り合うことになるということなのか。ちなみにあまり知られていないんですけど、ウクライナその宇宙開発に関して欠かせない国らしくて、打ち上げロケット、ロケットエンジン、宇宙船、電子部品の設計、製造ではトップのようです。だからまあ宇宙開発が一番近いのかな、意味合いとしては。監視投票経済、みんな知ってました？来年2024年って70カ国以上42億人がなんと選挙をするそうです。これはおそらく初なんじゃないですかね。約人口の半分が選挙を行ってるんですよ。その未だかつてない民主主義の年になると、まだこの表彰を見ても分かる通り、世界は正しい選択をできるのか、あるいはそもそもその選択って意味があるんですかっていう、まあ、これに関してはね最後にちょっと解説していきます。脳がコンピューターとつながれている、まさにねイーロン・マスクのニューラリンクと関連します。ニューラリンクはね脳にチップを埋め込むことで、脳のニューロンから情報が解析装置に送られ行動を予測するというもの。しかし真ん中には8ビットの目が、皆さんの脳の中はすでに万物を見通す目に監視されているかもしれないというか、もうされてるんでしょう。もう陰謀でもないよねここら辺、もう彼ら認めちゃってるからね。つまり AI が人々をメディアやフェイクニュースによってコントロールし、投票に影響を与えようとしているとも捉えられます。そして右のグラフは経済の破綻、物流の崩壊を意味しているように見えます。ポンド、ユーロ、ドル、円、これはね経済の破綻ではなく、お金の価値がなくなる資本主義の崩壊という意味にも捉えられる。最も資本主義の年にねその資本主義ドルが崩壊するって、まあなんかちょっと皮肉じみた内容にはなってるよね。そういった意味でも僕たちは本質を見極めなければいけない。これがね本当この表紙のテーマになってくるんです。そしてこのグラフにつながっているのが貨物船のようなもの、これはね物
流世界的なインフレ、バイデンと習近平、向かい合っているゼレンスキーとプーチンに対して背を向け合っているバイデンと習近平、これは米中関係の冷え込み、米中新冷戦を意味しています。また両者の間に地球儀が2つ、そしてこの地球儀からつながる資源とその先のエネルギー産業、地球儀に書かれているのはね、これ南アメリカとアジア太平洋地域なんですね。まあ都市伝説の人からしたら、これフィリピン街じゃねって、これもしかして2025年7月のことにつながるのって思っちゃうかもしれないけど、そうではなくて、これは次世代のエネルギー産業の要となる土地なんです。加えて今世界では温暖化や温暖化に伴う気候変動によるグリーンラッシュというね、今までの石油やガスといった燃料エネルギーから自然エネルギー産業へと移行が進んでて、なのでね、ここに来てバイデンと習近平の両者はそれぞれの進める新たな資源産業で牽制し合ってるという構図が見えます。右側の習近平サイドにはバッテリーにつながっている EV 車、これは確実に各国のリチウムを争う争奪戦を表していて、成長が著しい中国の EV 産業にとっては欠かせない資源。しかしここの地図にも描かれている世界有数のリチウム埋蔵量を抱えるオーストラリアは、国家安全保障上の懸念を理由に中国によるリチウム開発の新規投資を最近禁止しているみたいです。そこで中国がリチウム加工に動いているのは、これもね、地図に描かれている中南米、中南米とアフリカ諸国に中国企業は過去2年間に45億ドルも投じてて、約ね20のリチウム鉱山の権益を取得しているんです。車の上にある温度計は、中国が2022年に高温と低温に強い新型リチウムイオン電池の量産化を実現したということが関連しているのか、もしくはまあそのまま地球温暖化、火は山火事を表していると。そして左側のバイデンサイドは風力発電、バイデン政権はね、浮体式洋上風力発電を2035年までに15ギガワットに拡大する目標を発表。ただ先月のニュースではね、米国の洋上風力発電で損失が相次いでいると報道されています。再生可能エネルギーを強化したいバイデン政権にとっては逆風ですよね。2023年8月に発生したハリケーンダリアは過去で100年で最も強いハリケーンと言われているので、まあ2024年もね、破壊をもたらすのか。ただ大規模洋上風力発電所は破壊的なハリケーンの抑制というね、意外なメリットもあるみたいなので、まあ両方とも意味取れるんですね。これはこの皆既日食のようなイラストはそのままね、アメリカで来年北アメリカ横断皆既日食が見られるので、それを表していそうなんですけど、赤と青の意味が意味深ですよね。まあ、このように一つ一つのねシンボルを見ていくと、割とそのままで深い考察はそこまでいらないんですけど、こっからがおそらくこのね表紙の大事なテーマになります。今回の表紙は白黒赤青の色だけで構成されています。赤と青は2つの意味の解釈があって、白と黒のようにね、民主党共和党と相反する二元性を表している。ただその交わった先には何があるのか、ここの考察についてなんですけど、海外の人がね結構面白い見方をしてて、この青と赤は 3D メガネの色を表しているんじゃないかと。つまり立体的に物事を見ろということ。ここにはね、表面的にはニュースで見るようなことがたくさん並べられています。それによって一喜一憂してしまうと真実が見えない。 3D メガネをつけて立体的に物事を見る必要がある。共和党、民主党、左と右は本当にね対立しているのか、もしかして彼らは対立しているように見せられているんじゃないか、世界の国々は本当に仲が悪いのか、同じコインの裏と表を表しているだけではないか、そのように立体的に物事を見ると本質が見えてくるかもしれない。これがこの表紙の真のメッセージなんじゃないかという考察です。どうでしょう、これ毎日ねいろんなニュースが飛び交ってるじゃないですか。ただそこにね感情を乗せてね一喜一憂してしまうと、その世界に振り回されてしまうんですよ。自分の軸がブレブレになって、その恐怖によって左右されてしまう。まあそういった見方ではなくて、もっと立体具体的にね物事をすべてつなげて俯瞰した目で見てみると、もしかしてこれは戦ってるように見せられているだけなんじゃないかと。二元性ではなく、その第三の答えは何なのか、文字通りハテナマークになっています。一つ来年の予言でありえそうなことが、なんと近現代史研究家の林千勝さんと対談した時に面白いことをこれ教えてくれたんです。それが今のアメリカ社会の下敷きを作ったロスチャイルドの代理人ハウス大佐の話。みんなが今思い浮かぶニューワールドオーダー的な行為をね実際に実行した人物です。彼はアメリカの政治家、外交官を行っていたんですけど、彼がアメリカの未来を描いた小説があるんです。もちろんこれはねただの小説ではなくて、未来の計画書だと言われています。計画書っていうか、まあこうあるべきなんじゃないかっていう、そこに記されていた内容がかなり意味深で恐ろしいんです。それが
アメリカの内戦。まさかそんな内戦なんてね、アメリカで起きるはずがないと思われるかもしれないけど、これが意外と予想している人たちがいるんです。そしてハウス大佐のシナリオ通りに行くと、その内戦を統治する者が現れる。ただその人物は真のヒーローなのか、あるいは用意されたシナリオの一部なのか。まあね、この流れからいくと答えは一目瞭然だと思います。あえて答えは言わないようにします。今アメリカではね、きっちり分断が起きているんですね。その分裂にさらなる亀裂を入れるのが大統領選挙。この大統領選挙はどっちが勝っても不正選挙やら何やらでね、暴動が起きると予想されています。なので本当にね、来年これが世紀の一戦というか、その嵐の前の静けさになるのは間違いないんですよね。結局そのね、この表紙のさっき言ったメッセージみたいに裏でね、糸を引いてるじゃないけど、結局みんな戦わせるように見せてるだけだよっていうことだったら、もうシナリオは決まってて、迎える2025年波乱の年になるということかもしれない。しかも最近 Netflix に登場して1位をね獲得している、ちょっとね話題の問題作っていうか、まあざわざわしている作品、終わらない週末。このありふれた日常にね、不穏な出来事がね次々起きていって、何が起きているんだっていうね、まあネタバレになっちゃうのでそこまで話せないんですけど、この映画都市伝説業界で結構話題になっているんです。それが内容もまあそうなのかもしれないですけど、この制作にね携わっているプロデューサーがオバマ夫妻なんです。最近ちょっとヒカキンさん見すぎてるから、ちょっとヒカキンさんのまま真似しちゃったけど、これもう間違いなくさ、彼らの意思が含まれてるやんって思っちゃうでしょ。まあ、その通り含まれているんですよ。調べるとね、そのこのね小説自体はね2020年に書かれたものなんですけど、この作家のことを大好きなねオバマ夫妻が制作に携わったっていうことなんです。で実際に調べると、結構脚本にオバマさん打ち出してるそうなんですよ。なのでまあもちろんわかんないよ。ただまあ話の流れからいくと、大体どういった映画かわかるでしょう。しかもこれ見たみんなマーク・ザッカーバーグのね、あの新しいハワイにできた家らしいんですけど、もうこれ間違いない、みんな備えてますやん。恐怖を煽っているわけではありません。だからこうやってね分かりやすく教えてくれているのであれば、そこに意識を向けるわけでもなく、自分たちのこの自分の軸を持ってね、正真正銘自分の生きたい意志と軸を持って生きることで、もっとね素晴らしい世の中が広がるんじゃないかと思います。はい、2023年も終わりました。では来年ねどんな年になるか、みんなで楽しみワクワク生きていましょう。それでは皆さん良いお年を。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。